皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね。はい。箸休めタイムでございます。おお。というと。箸休め。はい。実はちょっとね、真面目な話ばっかしてきましたね。まあ、そうですよね。そうなので、たまにはちょっとね、うん、僕らもふざけたい。ふざけたいわけじゃないけど。ふざけたいわけじゃないんですよ。ふざけたいわけじゃないんですけど、はい、最近ちょっとね、僕ね、話題のおっさんクラブをしてます。おっさんクラブ。おっさんズラブね。おっさんズラブ。みんなあるんじゃないですかっていうドラマが、やってて。去年やってたやつですよね。そうですね。で、うん、今ちょうど映画映画やってるところ、ね、ところなんですよ、うんうん。そう。で、僕もちょっとね、ついに見てしまったんですよ。いや、見なくてもいいかなと思ってたんですけど、うんうん、なんかその周りが話題になってるちょっと見たくないなって気持ちもありながら、でも、やっぱり気になって、そうですよね。見ちゃったんですよ。アマゾンプライムで見れるんですよ、今。ね、そう、アマゾンプライムで見ちゃうんですよ。うん、で、見ちゃう。アマゾンプライム、そうだな。そう、見ちゃったんです。うん、で、そう、あの、感想としては、うん、こんなに泣けるドラマ初めてです。へぇー。感じの。そんな、過去一。あの、ネタバレになっちゃうので、うん、もうこれから見る人は、ここで切ってください。ここで切ってください。そうですね。ここで切ってください。なんですけど、はい、いや、本当にね、今までドラマ、まあ、そんな多くも見てないけど、こんなに泣けるかと。へぇー。いや、もう想像以上、なんか本当笑うために見たのに、うんうんうん、まあ、もちろん笑いもたくさんあり、うん、まあ、ちょっとふざけてますもんね、タイトルがね、ちょっとふざけてるじゃないですか、うんうん、でもね、あんまりふざけてると思いきやちゃんとしてって泣きました。ああ、そのギャップに、うん、ギャップというか、あのタイトルが普通でも多分泣いてましたけどなんかこんなにちゃんとしてるんだと思って、うんうんうん、どんなところに泣いたんですか。いや、あのね、その正直その男が、男性が男性を好きっていう気持ちってやっぱり僕は違うからわからない。僕はね、うんうんうん、女性対象が女性なので、うんうん、ちょっとわからないじゃないですか、うんうん。だけど、その、それを見て、うん、お、一緒だと思ったんですよ。別に。その性とか関係なく、人がある一人の人間がある一人の人間を好きっていう気持ちが一緒だ。別に男だろう女だろうが。っていうのが、まあ、演技が上手すぎて。そう、演技が上手いんですよね。あの、吉田鋼太郎さんも上手いし、あ、まあ、田中圭さんも上手いですけど、あとその、3人とも、ね、僕は林健人さんの表情で泣かされた。へ、いや、すごいなって。いや、なんか本当に切ない表情がめちゃくちゃ上手いなと思って、なんか本当に好きなんだなってのが伝わった。あの、演技だろうけど、それが伝わるぐらいいい演技だったんですよ。うんうん、で、別に、まあ、別にね、なんだろう、その、やっぱり男性同士のちょめちょめ見たくないですけど、うんうん、まあ、そういう描写ないじゃないですか。うんうん、そういう描写がなくて、ね、一切なくて、うんうん、まあ、軽いね、ぐらいはありますけど、そうですね。は、まあ、ありますけど、うんうん、でも、ね、ほとんど本当ピュアな恋愛物語だったじゃないですか。うそうですね。コメディもありつつの、うんうん。うん。だからめっちゃ爆笑もしたし、めっちゃ泣いた、その、幅がすごい広いドラマ、僕の中では。その男性の気持ちが分かってすごく良かった。うん、あ、どっちかっていうと、なんていうの、林健人さんあれ、うん、はい、そっち側によるって感じなんですか。そうですね。ああ、うん、そうなんですね。僕はもうね、そっか、そっち側に感情移入するんだ。僕はね、林健人さんに、僕はどっちかと逆なんですよ。その主役が田中圭さん側ですかね。もうちょっと似てますもんね。似てないですね、全然。サバンナ高橋でございます。ああ、サバンナ高橋でやります。僕2700の常でございます、はい、すいません、どうもどうも、はい。ああ、ちょっと似てるかも。え、それ言われる、似てるって言いますよ。へ、似てませんかね、多分こうやっても上げて多分やったら多分似てません、多分。ちょっと問題になったね、あれ問題になったの、問題になりましたね、もう再開してます。あ、そっか、よかったですね、はい、じゃあ本人も一緒に再開してね。いや、見ないでしょ、鏡。2700のあれ、真似したんですよ。これ2700のあの、鉢巻きの真似をしたんですよ、こうやって。で、今直してます。はいはいはい。はい。まあ、はい、いや、はい。そうですね。はい。今とかカットでお願いします。すいません。カットで。いや、いいでしょ、カットで。そうそうそう。で、そう、田中圭さん側に立ってて、はいはい、その、なんていう、あの、それさっきの話じゃないけど、うん、その人を好きになるのに、ほんと性別ないなっていうのも、もともとはだってその、田中圭さんで巨乳のロリが好きみたいな設定だったじゃないですか。うんうん、でも、全然男を好きになることによって自分が優柔不断だから、それでなんか、だんだんと好きになっていっちゃうみたいな。うんうん、でもそれって、まあその、あんまり相手が男だから、
僕自身ありえないと思うんですけど、うん、ありえないけどちょっとありえるかなって思っちゃうぐらいの、そう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 、そうなのが面白かった。わかる。なんかね、田中もう林健さんはちょっといいかなってちょっと思っちゃったの。そう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 、なんかずっと言われて、うん、あれだけなんか尽くしてくれたりするんですよ。尽くしてくれたりとかする上で、うん、男と女って関係あるのみたいなこととか描写とかもあったりすると、うん、確かにそれってちっちゃい問題なのかなみたいな、うん、したことないのに、うん、男と恋愛したことないのに、うん、じゃあそのダメとかいいとか言えんのってだったら、ちょっと確かになとは思うんですよね、やっぱね。よくできたドラマですよ。そうそうそう。で、あの、うん、俺が一番好きだったのは、なんだっけ、吉田鋼太郎さんのあの、ギャップが一番好きだったんですね。あれ、いいっすよね。そう、うますぎるから、その、キャピキャピ乙女キャラと、うん、あの、上司キャラの違いが面白くて、ね、あそこ結構笑いのポイントだと思うんですけど。待ってるわ、ね。待ってるわ、待ってるってね。今回はもうモスターズラブの良さを伝えるだけですからね。あ、そう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 。ビジネス見てほしい。そうなんですよね。だそうすごい一気に見ちゃった。もう一気に見ました。うん、結構7話ぐらいでありますもんね。そうそう、短いですよね。短いですよね。で終わっちゃうんでパッパって見えますよね。そう。いや本当に映画を本当に今すぐ見に行きたいぐらい。でも見に行ってない。見に行ってないけど本当に良かった。ね。モスターズ久々にヒット僕の中でドラマ。久々に言ったんですか。いや、ドラマも結構好きなんでちょろちょろ見るんですけどね。でも面白かったですね、確かに。めっちゃ面白い。ドライブ。いろんなところを、うん、まあ、学べてっていうか、普段感じないところを感じて面白かったかな。うん。うん、そう。うん。本当に、なんか男が男に振られたのを見て泣くと思わなかったもん、俺。ああ、うん、確かにね、うん。そうですよね。そんなのないですからね、うん、普段の。なんていうんですか、そんなあんまりいないじゃないですか、うん、周りにも、うんうん、確かにね、うん、まあ、うん、いるのかもしれないけど、ね、まだ、ね、あ、そう、まだ分かんないじゃないですか、ね、そう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 、女の子も結構多いんですよ、知り合いで。あ、そうなんだ、うん、女の子は女の子好きとか、あとはそのいわゆるバイどっちだけっていう人は何人かいますけど、うんうん、男がね俺いないんですよ、知り合いで一、うん、人も。でもまあ同じぐらいいるんでしょうね、きっと。いるんだと思うんですけど、たまたま出会ってないのか知らされてないだけなのか分かんないですけど、うんうん、いないんですよ。うん、でもまあすごく良かった、なんか、うん、そうです、久々にあんま泣いた。いいですね、それだけいいドラマ、ぜひぜひ見てほしいですね、ドラマと、はい、多分あれ映画から見ても楽しいんですよね。あ、そうなんですか。いや知らないけど。あ、知らないそう、番宣的に言うと、ああそうらしいですよ、そう、うん、ですね、はい、だからぜひぜひドラマも映画も見てください。映画も見てないけど僕らは、はい、はい、はい、世界の渡部でした。はい、以上です。はい、ありがとうございます。あ、でもちょっとよし、滑り弱い、大丈夫大丈夫大丈夫、いい感じ。ご視聴いただきありがとうございました。 LINE アットでは集客やブランディングでうまくいくための方法などなど、フリーランスの方へのお役立ち情報を配信しております。LINE アット、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。